皆様こんにちは、アポロガルエピソードの実況 Z をしていくみそつねです。みそつねさんのサポート Z をしていくチュルホロです。よろしくお願いします。前回、クリア後の世界を旅するということで、アポロガルエピソード実況 Z とタイトルを改めてスタートしたこの動画でしたが、先行の牢獄という難易度30にもあるマップに突入するも、たったの3ターンで全滅してしまいました。先行で全員 HP1 になってからの雑魚の範囲攻撃はさすがに耐えられません。それとその後に行った地球統治下、マップ内に秘宝が落ちていて超強い装備が手に入ることが分かったので、今回は地球統治下をどんどん攻略していくよ。みそつねさんのやる気が十分ですが、その前に今回のクラス紹介いきたいと思います。まず最初はプリンス。課金コンテンツにより解放されるクラスです。凡人を結び力を呼ぶ王家の技を継承せしクラス。パーティー全体の能力を上げる支援系クラスとなっております。技の効果はすべて栄翔者以外の味方全員のステータスを加算となっており、上昇量は栄翔者のステータスに依存していて、各技は戦闘中1回だけ使用可能です。実際に使用した感じではどのステータスも20から30くらい上昇する感じでした。命中が上がる帝釈天の字を使えば、全員の命中が20以上上がって命中問題が一気に解決して超強い。それと攻撃しない2の剣装備を覚えることができます。あとクラス名はプリンスだけど、怪盗プリンスの主人公プリンスとはあまり関係ない模様と思いましたが、ブラカルに従って天使の技を継承し全天使を従えたらこんな感じになるのかもしれないですね。ジスマみたいに。次はネクロマンサー。使用と契約を結び、メイドの霊術を使うクラスです。こちらは冥界で菊の花が完成したらクラスチェンジできるようになりました。技は弱体技と蘇生技が多いです。弱体技は、ディソルブ、強化状態を解除、メデューサ、セプカ、スリーピネス、眠りか、範囲技、デッドソウル、ゾンビ化、リーパー、爆弾化、となっております。蘇生技は、ネクロマンス。味方を蘇生、契約、敵を蘇生し下僕として契約を結ばせる、です。ふむふむ、完全に動きを止められる眠りと石化が使えるから、弱体目的でも呪術師より役立ちそうだね。その上蘇生も使えるの便利。続いてシナユニです。カプリコーン、MP 技の命中率プラス 5%、MP 技のキャストマイナス2ターン。ダークソウル、死後、毎ターン 20% の確率でゾンビ化して復活、です。カプリコーン栄翔短くなるのすごいね。さっき紹介したプリンスの技は栄翔にギリギリ2ターンかかる技がいくつかあったから、カプリコーンあると便利そう。ダークソウルはタナトノートがつけていたので気をつけてくださいね。なんやてぇ？そして今回最後に紹介するのは、実験体18855、敵や味方の位置を掌握する通信能力と、改造強化された体による身体能力を誇る未知のクラスです。技は少なく、近接物理技が2つ、絶対ダメージのレーザーが2つだけです。でも実際に使ってみると、エキソパンチとエキソブーストは威力12、13ながらも異様にダメージが大きくて強く、エキソブーストは移動技として飛び回るのにも便利でした。あとレーザーは地味ながら範囲が異様に広くて便利。あと攻撃シナユニに無制限ロックオンという、命中計算 100% とだけ書かれたシナユニがあって、これさえあればどんな攻撃も必中か、と思ってたけど、実際使ってみると技の命中率が 100% になるだけで、敵の回避が高ければ普通に回避されるので微妙でした。シナユニは微妙なものの技は総じて強いので、1885のサブクラスは実験体18855固定で行くことになりそう。紹介も終わったところだし、今回は地球統治下に行って秘宝手に入れまくるよ。その前にクラス EXP ためのため、まだ制覇していない川べりと砂平原を制覇しました。難易度1桁のマップだから余裕。話は前後して、砂平原攻略途中に時のかけら2が完成したようですよ。へへへ、やったぜ。時のかけらからこぼれた、時の記憶の光景が浮かび上がる。それは、デザートベースにあるかなの邸宅にいた頃の記憶。デザートベース。スー、起きてるか？なに？スーの部屋に入ると、スーは目をこすりながら枕から頭を上げた。寝ているのを邪魔してしまったようだ。もう寝ているのか？じゃあまた今度でいい。ん、いいよ、なに？ちょっとベッドに一緒に入っていいか？なんで？いや、ちょっと、その、この前も一緒に寝たから。一緒に寝たいの？あ。へえ、アポロンでも一人でも眠れない時があるんだね。眠れないっていうか？いいよ、はいどうぞ。アポロンは恐る恐るスーのベッドに入った。地
しかし、アポロンは緊張してどこかぎこちない。じゃあおやすみ。え？スーはアポロンの隣で目を閉じてしまった。アポロンはそれが何かの合図かと思い、困惑しつつも、スーの顔に自分の顔をゆっくりと近寄らせた。そして、自分の唇を、まだ小さく薄いスーの唇へとそっと重ねた。わ、な、なに？スーは布団を払いのけ、飛び起きて叫んだ。え？今、何したの？スーはベッドの端まで移動しながら、怯えるように言った。もしかして、キスした？ああ。どうして？暗がりの中でもわかるほど、スーの顔がみるみる間に真っ赤になる。どうしてって、この前も俺の部屋で。この前はキスなんてしてないよ。確かにキスはしてなかったが、スーは両手で顔を覆うと、恥ずかしそうにシーツに顔をうずめた。初めてだったのに。初めて。もしかしてエッチなことしに来たの？え？この前はハートポイズンのせいで、そういうモードになってただけなんだよ。モード。普通の時に男同士でそんなことするわけないでしょ？そうなのか？そうだよ、モードでもないのにそういうことするのは恋人同士だけなの。しかも僕とアポロンじゃ、年が離れすぎてるし。年が？アポロンはショックを受けて呆然とした。もう出てってよ、何にも知らないんだから。アポロンは枕を投げつけられ、慌てて逃げるように部屋から去っていった。部屋に一人になったスーは、再び寝ろうと、ベッドに身を倒しまぶたを閉じた。しかし、初めてキスされた瞬間のシーンが何度もまぶたの裏でループする。もう、アポロンのバカ。時の記憶の光景が揺らぎ、現実へと戻る。以上、時のかけらにでした。うわぁ、スーが釣れない。アポロンが生殺しだー。ハートポイズンの影響が強い時じゃないとダメなんですね。時のかけらさんはどこですか？ないです。ないんですかー。わー、まだクリアしてないマップがたくさんあるので、いずれ出現するかもしれませんね。来てほしいですね。そんなわけでパゴダ迷宮地下2階にやってきたのだ。ボスはクラーケン、初めて見る敵。そして前回の地下1階とここの敵配置で気づきました。敵の編成。ある程度コンセプトがある編成になってるね。地下1階はバランスの取れた人間4人パーティープラス繁殖したネズミたち。地下2階は魚介系パーティー。あとこのマップ、足場がなくてどうするんだって思ってたけど、丸型の島に細い道が繋がっていました。ちょうどこんな感じですね。そう、こんな感じに見えない道が、って進化した。強い絆でメガ進化、良いですね。キャラをお借りしたディアブロさん、ありがとうございます。そしてウゾウムゾウの魚介雑魚を蹴散らし、残るはボスのクラーケンのみ。最初に盗んだ時、嵐の記憶というレアアイテムを盗むことができ、以降ウォーターエレメントが盗めました。あと現在カナが隠れるをしながら盗みまくってますが、盗むだと隠れる解除されないので超便利。それとボスのクラーケンですが、AP100 技のタコ殴りが凶悪。マイケフィールドとマイケアーマーを重ねがけした数が、96ダメージを8回も受けていますね。リアクションステファニアがなければ即死だった。気候も無事拾い、マップ制圧完了。風の弓矢ですが、合成武器よりもステータスが高く、風属性技の威力が上がり範囲も1増えるという強性能となっております。すごそう。おそらくですがこれを装備して忍者の手裏剣を使ったとすると、単体攻撃から高威力の範囲技に変貌してしまうでしょう。それはすごい。それとさっきのマップの前、最初のペットだった草越しのサボテン寄生草を飲み返しておいたんです。そして代わりに捕まえたのがこちら、先ほどボスだったクラーケンくんです。多分最前列でデコピンするだけでも相当な戦力になりそう。というわけで次行くぞ次。パゴダ迷宮地下2階を抜けたアポロン一行、その先で待ち受けていたものとは、キノコ栽培家と労働者、そして大量のキノコたちでした。キノコ美味しいよね。どういうことなの？キノコたちは非属性弱点なため、スーのメテオラで一網打尽できました。合唱。それとパゴダ迷宮内の秘宝ですが、なんとマップに宝箱が置いてあるのが見えます。ほんとだ、超うっすらと見える。ですが秘宝の鍵は他のマップアイテム同様ノーヒントで探さないといけないですね。よし、秘宝、雷の剣ゲット。鍵のある場所は宝箱の反対側にあることが多いから通常マップより結構探しやすい。あとはキノコ栽培家を倒して終わりだ。よし、今回も余裕の勝利。おめでとうございますみそつねさん。ありがとうございますチルホロ先生。さあどんどん行くぞー。これは、魚介パーティーパート 2?
蛇が海蛇ってことなの？謎です。ちなみにボスのノーチラスは攻撃が180もあり、イカ術を使ってくる恐ろしい相手です。イカ術？はい。イカ術の一つ、滑空、イカルガは、超人技と同様の性能を持っているため注意が必要です。ほんとだ、イカが飛んできたー。マイティアーマーかけたのに130ダメージとかかなりヤバい。しかもこのマップ、良いと負けみたいに足場が渦巻きになってるんだけど、カナとスーだけ初期配置が真ん中部分にいて結構ヤバい。と思ってましたが、隠れるカナが道を塞いでるおかげで余裕でした。隠れる強すぎでは？強いね、イエーイ。さらに隠れるカナでノーチラスから海底の記憶とサイバーエレメントを大量に盗みます。そういえばカナの専用クラスの怪盗のシナユニに、盗む回数が2回になるものがあるので盗む回数2回になっています。でも技が微妙だったのでクラス紹介スルーしてしまっていました。ごめんね。そして飛行、アダマンタインの盾来た。性能は、特殊能力はないですが強い大盾です。HP144 上昇はすごいね。やったー。ノーチラスを切り刻みを刺身にして制圧完了。ちなみにノーチラスはラテン語でオウムガイのことです。なんやてー。次は迷宮地下5階。今回はこれでラストにしよう。今回のボスは彷徨う剣豪、竜剣士じゃん。しかもお供も剣士をはじめとした物理主体の敵に、回復薬の剣術師が2体とかなりバランスの取れた構成ですね。ボスは攻撃141、お供の剣士も攻撃力130のやつがいるので防御バフ重ねても結構きつそう。あとはまだ見えない足場次第かな。ちなみに今回のマップはこんな感じでした。複雑な酔いと負けきた。酔いと負けは置いといて、一本道だらけなので近接主体の敵には非常に有利に戦えます。なんてこと。ちゃんとした敵構成なのに地形が伴っていない。つまり今回も余裕、ざっざと勝利して終わらせるぞ。ところがどっこい敵にサブプリンスが混じっていました。うわぁ、敵全員の回避が19も上がった。こっちもアポロンが命中上がる運を結べば、MP が足りない。アポロンはシナユニの受印を持っていますが、命中アップの対射点の字を使う MP が溜まるのは3ターン後ですね。うわーん。なんとか3ターン耐えられるかと思ったら、敵の盗賊がやらかしたー。マイナス1号がこうやないか、危険ですね。マイナス1号とサブ超人の盗賊に狙われるイモ太郎、耐えてくれ。集中攻撃してくる敵の AI がいやらしいですね。アポロンの対射点の字がついに発動、これで反撃開始だー。すんごいリンクだえ。よしよし、レベルアップもした。敵体重化がすぐる緑してきたけど耐えた。そしてイモ太郎の聖なる雫、マイナス1号正気に戻れー。これでなんとかいけそうだね。しかしすでに発動準備した技は取り消されません。うわぁ、マイナス1号の宣伝が来るー。さらに追い打ちの滑空、結構来たー。イモ太郎ー。今回は1885の剣術使えるので即蘇生しました。それと時間は前後しますがこんなことがあったのでご覧ください。隠れるをしたカナがハートを盗んでますね。はい。そしてこの後、剣豪が剣士を解釈、恐ろしい。有利な展開になってきたのでここからは一気に行きます。秘宝、大地の剣を手に入れて残る敵はあと1体。大地の体験は土属性技が強化される体験です。超強いね、やったー。そしてこれでとどめ、お前たちの範囲は遠距離攻撃が使えなかったことだー。よし、成し遂げた。おめでとうございます、みそつねさん。お疲れ様でした。地下2階から5階まで一気にクリアできました。やったー。それと今回ボスから手に入れたレアアイテム4つはこんな感じです。地下1階の時は特殊構成だと気づかずボスから盗むをしなかった模様。ぐぬぬぬ。それじゃあ今回も順位確認して終わりにしましょう。今回の順位は131位、前回より23位上昇しています。おお、またしてもすごい上昇した。これがレアアイテムと秘宝パワーなのか？次回も最初にクリアしてないマップでレベル上げした後、パゴダ迷宮突入かな？そういえば今回で確信したんだけど、このゲーム、敵のレベルはアポロンのレベルプラスマップの難易度になるから、アポロンを補助か回復薬にしてレベル上げないとすごい楽になります。今のみそつねさんパーティーがまさしくそうですね。うむ、知らず知らずのうちに凋落しちゃってた。というわけで今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。